v m バットは、インド人のスライドギター奏者で、モーハン・ビーナを発明した。ヒンデスターニー音楽を演奏し、1994年のグラミー賞を受賞した。バットの代表作は、ライクーダーと共演して、グラミー賞を獲得したアルバム、A Meeting by the River である。また、タジマ・ハールやベラ・フレック、ジェリー・ダグラスといった西洋のアーティストとコラボレーションしていることでも知られる。 2004年にはエリック・クラプトンが主催したクロスロードギターフェスティバルに出演した。1998年にはサンギートナータクアカデミー賞を2002年にはパドマシュリー勲章を受賞した。フォークミュージシャンのハリー・マンクスはモハーン・ビーナを演奏する。なお、マンクスはバットと息子のサリル・バットの下で5年間学んだ。カウンティング・クローズのマット・マリーはバットの友人で、 モハーン・ビーナを演奏する。オーストラリアのミュージシャンのローリー・ミンソンもモハーン・ビーナをバットから学んだ。VM ・バットはインドのラージャスターン州ジャイプルで生まれ育ち、妻と二人の息子と暮らしている。長男のサリル・バットもモーハン・ビーナ奏者で、アルバム、スライド・ツー・フリーダム・パート2はカナダの受脳賞にノミネートされたことがあり、次男のソー・ラブ・バットは著名な作曲家である。 孫のサトビック・バットもミュージシャンで3歳半で45のラーガをモハーン・ビーナで演奏してリン歌ブックに世界記録として掲載された。バットの両親は息子に対して音楽教育を施し演奏家でもあった。弟のヘマント・バットも著名な音楽家でラージャスターン・州・ビー・ピーカーネールで暮らしている。彼はクアー・ハーティーやシロンなど世界中をずっと旅し、 インドのクラシック音楽のレベル向上に貢献した、老いであるクリシュナバットは、シタールとタブラの奏者である、ワルシャワで演奏する VM バット。ありがとうございます。